梶ひとみのオリゴスマートデイズその1、フラクトオリゴ糖は糖として吸収されない。だから私はゴロゴロしていても頑張った後のご褒美にも毎日毎日ついつい口に運んじゃいます。ヘルシーも美味しいも譲れない人のフラクトオリゴ糖習慣、私も続いてます。糖として吸収されないフラクトオリゴ糖入り、明治オリゴスマート。梶ひとみのオリゴスマートデイズその2、フラクトオリゴ糖は乳酸菌やビフィズス菌の栄養源になるから腸活にぴったり。ってことはお仕事していても運動した後もおしゃれを楽しんでいる時も食べたり飲んだりするだけで腸活してるかもって思えちゃうんです。ヘルシーも美味しいも譲れない人のフラクトオリゴ糖習慣、私も続いてます。乳酸菌やビフィズス菌の栄養源になるフラクトオリゴ糖入り、明治オリゴスマート。チョコレートのが、私下のが小さいから、ここに入れたら顎がこうなっちゃう。大丈夫かな。はい、OK、いただきました。ありがとうございます。はい、そしたらカット11枚入ります。足元に付けた、うん、足元にはギリギリ入ってないですよ。で、3分割なんで、左右は、うん、今日衣装が多くて大変ですね。でも結構慣れてます。早いですけど。あ、マジですか。マジですか。やばい。助かります。なんかもう逆に撮影だとカメラマンさんが休めないって思ってるだろうなって。お、マジですか。助かります。今日時間がないのに。よーい、スタート。あ、でもなんかくつろいでる。そういうの全然自然。アイケンとホームアローン。はい。ありがとうございます。はい。こうですね。はい。はい。カッセル気をつけて。やべ。ああ、足は。ああ。で、膝をもうちょっと角度つけていただく。急下手だ。そうです。やった。カット。そうなんですよ。だから今右でやってるからちょっと不安になっちゃって右にしちゃいました。全然違和感ない。なんかゴゴゴゴって手が震えてたから分かんないかなと思って大丈夫。カット。ありがとう。で、かじってっていう表情だけいただきたいです。名前がいてます。うん、はい、うん、いいですね、かわいいです。うん、こうやって見れるのがすごい、あの、嬉しすぎてすいません。ニコニコした。本番。よーい、スタート。スタート。
った。そうですね、はいはい。で、手がもうちょっとなんかですね。あ、今こう、はいはい。コウキさん、これ先に、ボン持ってた。このじゃ、こうすれば顔向きはこうでもいいし、こう。そうですね。はい。よーい、スタート。はい、カット。あと。かわいい。お洋服すごいかわいい。私も続いてます。はい、カット。カット。私も続いてます。はい、ちょっとやってみます。はい、すいません。私の中の解釈なんか笑われるかもしれない。はい。私も続いてます。今日育ってきますか。賢いとって書いてある。ほら、すごいすごい、なんか納得しちゃったんです、これ見て。体が喜ぶ、賢いと。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、レゴスマートデイズ、その2。フラクトリゴ糖です。腸活にぴったりです。じゃあ、両腕を使うとか、はい、したら、そのあと伸びてたら、そしたら広がる。ありがとうございます。よーい、スタート。はい、カット、バッチリです。いいと思います。一番これが緊張する。よーい、スタート。体が喜ぶ、賢いと、プラクトオリゴ糖が入ってるオリゴスマートです。撮影は楽しくやらせていただいてます。チョコも美味しく食べながら撮影できているので、いい感じに仕上がるんじゃないかなと思います。食べて一息ついてる状態です、はいはい、お願いします、はい、そしたら向きはあこっち向きで、また食べて今みたいに味わった、はい、チェックをしているっていう。そうですね。あ、そうです、そうです。はい、カット。よー、テクニスタート。私も続いてます。はい、カット。最後にニコっていう。私も続いてます。はい、カット。本日の撮影以上になります。大さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。嬉しい、ありがとうございます。すごい、梶ひとみ様って嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。まずは今日の撮影がすごく楽しみだったので、自分が心から楽しめる撮影現場だなって思ったし、チョコレート大好きで毎日食べるんですけど、自然と笑顔がこぼれちゃって、なんかそういう意味で美味しさも伝わるような映像に仕上がってるんじゃないかなと思って、今からワクワクしてます。はい、6変化ということで、チョコレートだったりこうアイスだったり飲料だったり食べると同時にファッショナブルにこうリズミカルに展開も変わっていくので、なんかそちらのところというか映像のテンポ感、楽しめる映像に仕上がってるんじゃないかなっていうのが見どころです。洋服も変わっていくので、女性が見ててもすごく楽しめる、ファッションの部分でも楽しめるし、まあ、男性が見ててもすごく面白いし、美味しさもこうテンポよくトントントンって伝わっていく感じが、私は心地いいんじゃないかなって先ほどちらっと見て思ったので、楽しみだし見どころだと思います。いただきます。食レポってなかなか
ないけど、いただきます。うん、美味しいですまずは私はすごく舌触りが滑らかで柔らかい、シルキーな舌触りなところがすごく好きで、口に入れた瞬間に香りもすごいふわっと広がるので、私最近よく心を整えたい時にチョコレートよく食べるんですけど、甘さと一緒に香りも来るのですごく美味しいプラス心も整う感じがすごく好きです。私今も整ってます。美味しいもう私が注目しているっていうことでもあるんですけど、 とてもカラフルなものとかを取り入れたいなと思ってて、でなんか自分が見ててキュンキュンするような色を、カラーをなんか例えばスカートでもいいしバッグでもいいしシューズとか取り入れたいなと思ってます。あとはシャイニー、ちょっとキラキラしたもの、本当に心がときめくものって意味でカラフルでシャイニーだったりするものをワンポイントでどこかに入れたファッションが流行ると思います。私は食事は制限するものではなく管理するものっていうのをすごくモットーにやってるんですよね。調和を取るっていう意味で、なので何を食べるかって手に取るものを考える、楽しみながら考える、美味しくて健康にいいものを選べる自分になるっていうのが続く秘訣だと思います。はい、さらにですね、さらに腸に生きる女性にパワーアップ、グレードアップしちゃうんじゃないですかね。女王でいいですかね、腸活お化けともいろいろ言われてるんですけども、さらに腸に生きる女性として頑張っていけると思います